い、始まりました、アプリ版テラリアの時間です。テラリア、私は FB37 です。ロボットです。ジャックのキックマックスだ、上です。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。いてぇ、もうめっちゃ敵入ってきてるじゃん。なにこのなんか、そう、なんかね、魔術師みたいなのが入ってる。なんか敵が変わったな。いや、ゾンビなんだけど、おそらくなんか季節で変わるんじゃないかな。季節外れのゾンビ。いや、季節外れじゃないじゃん、季節の格好してんだから。旬ってこと？なんか旬、なんか家になんか生えてるけど、なにこれ。え、なんか亀みたいなのいるぞ、なにこれ。亀、あ、かぼちゃだ。スーパーマンいる。あれだ、だからハロウィンだから敵も仮装してるんだ。あれあれ、多分。とりあえずちょっとこの家さ、どうする。まあちょっとこのこいつに取られてしまったから。ああ、そうだ、そう増築しないと。こいつ何なんだよ。3階作る。そう、3階とか。いや、もう好き勝手やろうぜ、好き勝手やろうぜ。好き勝手やっちゃう。好き勝手やろうぜ。いいね。これどうやってやんだっけ。木材がねえんだよ、木材が。あ、そうだ。じゃあ俺木材取ってくるかな。よし、じゃあキックンとアロマに、うん、今ある木材全部渡して、俺らは木材取ってくる。頼むっす。じゃあお前ら何度この家を頼む。家をでっかくしよう。でっけえ家に住みてえな。これどっち？ジャングルの方行けばあるかな。あー、でもジャングル危険だぜ。でもそっちしかないぞ。確かにそうなんだよね。早速家を作っていくぞ。頼むぞ。ちょっと待て地道に行くか。っていうかね、この2階にジャンプするところと扉が近いのがダメなんだよ、これ。あー、それ良くない、良くないよ。やべ、マジ何もできねえな。え、おい、何やってんだよ。うわ、やべ、ハゲワシだ。いいだろう。とりあえず上にでかくしてく、俺たちの住処を。よしよしよし、オッケーオッケー。はめたら、うぉ、痛ぇー。おぉ、なぜかジャンプしてしまう。しゃねー、この初期で。いっか。いや、木までたどり着くの、マジ至難の技。てか、ここら辺木全然ない。いや、マジで、びっくりするぐらい。それが本当に厳しい、木なだけ。おい、我が家スライム、なんかウサギの仮面つけるスライムに強っ、ものすごい群がられてる。ジャングルポッケ、もう土で作っちまうか。え、土で家成り立つ。成り立つよ、別に。あら、まあ、木くれ。もう下潜っちゃった俺。なんで潜った、木持ってって。ほら、俺が使うって言ってんだ。アルフォートが引っ越してきたいんだって。アルフォート。はぁ、アルフレッドだろ。マジレスオッツ。アロマ木持ってきて。もう帰れないもんだってこれ。なんでだよ、死んで戻ってこいよ。やべえ、スナッチャー強えんだよな。任せろ。ちょっとこいつどうにかしてくれよ。お前ゾンビに見えんだよ。おい、やばいぞ。お前なんかちょっと強い剣持ってない。何それ。これなんか骨が落とした。ちょっと右からピラニア来てるから、そいつは任せる。よしよしよし、おお、来た来た来た、やっと木材がいっぱい。よくジャンプで行けたの。うわー、何、ジャングルコモリ、やばい、ジャングルコモリ強い。うわー、頼むぞ、俺木切ってるから。もうアホほど木採取したの。全然ないぞ。やっぱウサギ入ってきた。あ、これスライム。あー、マジだって落ちちゃった。やべやべやべ、これは死ぬな。採取、最初イン採取。あいや、アルマさん、最初イン採取の時間がやってきました。アルマ、キーよこさ。もう使うから無理だよ。お前使ってなかっただろ今。やばい、死ぬ。ドラゴンスナッチャーだと、なんだこいつ、やべえ、死ぬぞ。おお、危ない危ない。あ、こっちだね。うお、最後にこれだけは。よし、引きちぎられた。痛い。よし、俺が木材持ってきてやったぞ。おいしいぞ。死に戻り結構ある。つえー、こいつつえーよ。誰だよここ無駄に高く穴掘ったやつ。入れてくれ。オッケー。お、なんか木あった。よし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 、オッケーオッケーオッケー。お、こっち木いっぱいあるぞ。マジで。え、どっち側、左、右あんの。右、砂漠を越えた先にある。
おお、やっぱ木材いっぱい手に入るんだな、そもそも数が。集めやすい？うん、集めやすい。だってアボガニーとか全然手に入らない。アホガニー。カニ？そも夜だ。本当に名前合ってるそれ？あれ夜じゃない。まだ夜じゃない？もう夜っす。あ、キャンプファイヤー作れる。キャンプファイヤー！作ろう。暗い。暗いし家にまたゾンビ入ってきた。まあいいや、あいつ。ゾンビが俺をめっちゃ襲ってくる。助けて。キックン助けて。キックン助けて。なんだよなんだよ。キックン助けて。めっちゃ遠くにいるから無理だわ。これか？あ、これ違う。これゾンビだ。ゾンビと俺は間違える。ほら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 。木材の剣マジ弱い。マンションが攻められる。ダメだ、やられる。ベロシティ。キャンプでももちもちまた木材持ってきた。マジか、助かる。おい、ゾンビいるやんか、もうすぐいるやん。そりゃそうだよ。俺にはもう防ぎようがない。夜ダメだ、作業できねえ。デスデリバリーじゃん。敵すぐ入ってくる、もう無理。あ、もう無理。キャンプファイヤーこんなところに落ちちまった。なんでそ、お前玄関開けたら2分でキャンプファイヤーなんだ。よし、キック木材また入れてた。体力回復回復だからここで。あれ、上からゾンビ降ってきたぞ今。え、キック後ろにいる。大丈夫、ドア開けなければ無敵だから。いたたた。そのキャンプファイヤー何？これ体力回復回復なんだって。へぇ、マジでキャンプファイヤーで。そう、楽しい。いいね。なぜ開けた今？今間違った、攻撃しようとしたら開けちゃった。なぜ開けた今？開けたら死を待ってる。死が待ってる。そうだ、なぜ開けた今？俺が外で倒すんだから。俺のこのドクロパンチをくらい。ドクロパンチ、ドクロパンチかっこいい。尊敬しちゃうな。やべえ、やられる。そういう時はキャンプファイヤー。いてえ、危ない危ない。左側のゾンビ倒して。左側のゾンビ、うん、いないから無理でーす。関係ないんだけど。アロマ倒して。あと俺倒す。俺が生にのソード。よし、その間に逃げた。こいつら一目散で逃げてる。俺の強さには思い知ったか。お前の強さに思い知った。うわ、なんだ、ある。これダンジョンか。うわ、ダンジョンあるよ。ダンジョン RPG やったじゃん。いやいやいや、ダンジョンなんていけんって。まだしかもダンジョンが邪魔でその先に行けない。ここ何、誰が来たんだよ。ジヌ。ジヌ。ジヌ。もう。なんじゃ、妊婦だと。妊婦超強。妊婦？妊婦超強。キック天井低くない。しかも土で作ってる。出たー。え、何が？土じゃないよ。あ、土じゃないぞ。木だよ。加工加工。おお、だいぶ増築されてんね。なんだとよ。頑張ってくれ。ひと言だな。待って、アルフレッドが住むって言ってんだ。いいよ、アルフレッドはよ。アルフレッドの気持ちにもなったことあんのか。そうだ、なめんな、アルフレッド。なんかすごいところにしまった。アルフレッドが。アルフレッド、ヤドカリファンガス。え、1しか与えられねえ、あいつ。なんで、え、めっちゃ深っ。あいつら冒険して楽しそうだな、キック。はい。無感情、ファイ。今の俺にはヤドカリファンガスに立ち向かう術がない。ヤドカリファンガスだぞ。それは勝てんわ。あの、部屋に必要な物体持ってきて。分かってる。例えば夢は部屋に。おー、かぼちゃ大きくなった。かぼちゃ大きくなった。それ何、食べれるやつ。かぼちゃん、かぼちゃん、かぼちゃん、ピーン。うるさ、こいつ。お前も今、破綻してたから。あるえ、ジョーが来たんだけど、代わりに。マジで誰こいつ。ジョー、うちらの宝開けてたぞ。マジかよ、何してんだよ。こいつ、盗っ人なんだけど。許さん。ジョーって何、こいつか。こいつはもう最初からいた。
出来上がった瞬間入ってきた気がするけどね。まああの時は散々入ってきたい入ってきたいみたいな。いや今も結構求められてる。おお、タヌキになった俺。なんでタヌキスーツ。なんで。いやなんかデッキからね、なんかああ奪ったっていうか、いやハロウィングッズみたいなの出て、それドロップしたんだ。うん。おお、デキックもキツネになってる。いつの間にか俺キツネになってんの。あ、キックでもファラオ持ってんだから俺にキツネちょうだい。キツネになりたい。確かに俺はファラオ。俺もなんかなりたい。いや、お前ゾンビになってる。いやクソゾンビ。俺も可愛くなりたいわ。そう、やば。お前ら落とせ。それ、あの、金の宝箱入れてる。はい、入れた。Thank you, baby. やば、ヤドカリファンガスの群れ。じゃあ、キーキーってくるか。右側だったっけ。ん？左側。あれ左だっけ木。うん。ああもういやもうどっちも入ってない。マジで。左も正直厳しい。引っ越してきたようだ。あれ？やっぱ条件整ってないぞ。嘘。もういいと思うんだけど何が足りねえんだ。あとは迎え入れようとする気持ち？ドア2つとか必要だったかな。あやってきた。ほらほら。勝利に来た。あ変え変え。やったー。アルフレッド入ってきた瞬間、ジョーがアルフレッドで部屋に侵入。ジョーマジ役に立たねえからな。いてててて。オッケー。とりあえず家進化したんじゃない？いいね、アルフレッド。ジョー邪魔や。買い物。お、なんかビールみたいな靴売ってる。ん？パイスブロイ。本当だ。なにこれ？カマ。どうですかこの家は。いいですね。あーライト付きヘルメット売ってんのマジ。あーそれ買いだ。そうだね。まあ全然金足りない。えそんな高いの。高い。気持ちのいい朝だで何か用かうぜえ。